渡嘉敷ジムのトレーナーをやってくれてる山口慎吾です。彼はね、みんなも知ってる通り、もうあの内藤大輔チャンピオンとね、壮絶な打ち合いをした世界タイトルね、年間の最高視聴率を取った試合をしてる、ね、選手ですけども、まあ、今トレーナーでね、自分以上の選手を世界チャンピオンを作りたいということで来てくれてます。まあ、彼を見てたのは今グアップ競泳の会長してる大山君が見て、大山会長が見てたんだけど、今辞めて独立してますからね。世界戦の時は、最初の世界戦はその大山会長が見て、2回目からは私が見てやってました。山口慎吾のね、世界戦の秘話とかね、聞きたいという投稿も結構ありますから、ぜひ今度聞いてください。皆さんはじめまして、渡嘉敷ボクシングジムでトレーナーをさせていただいている山口慎吾と申します。引退してから1年ぐらいですかね、あの会長からあのトレーナーやってくれないかってお話いただいて、でそれからそうですね、トレーナーやってます。何年ぐらいだ、もうトレーナーやって5年ぐらいか。いや、もっとですよ。9年ぐらいですか。はい、トレーナー歴もう9年ですからね。試合も実際にリング立ってね、いろいろやってますから。今も何人今まで見た選手、12、3人ぐらいですかね。12、3人見て、はい。結構あの試合と同じでね、熱い教え方しますよね。今の選手はどこまで村田はどう、村田です。そうですね、本当不器用な選手なんですけど、本当気持ちで戦ってくれる選手なんで、あの試合は本当いつもね、最高試合ですよ。本当観客がね、もう大拍手くれてね、なかなか4回戦で あそこまでの試合する選手はいないよな。はい、そう、見たことないぐらいすごい素晴らしいです。もしその試合がね、流せそうだったら一回皆さんに見てもらいたいですね。お客さんにこう喜ぶ、感動させるられる選手ですかね。お客さんを感動させられる選手をこれからどんどん、もちろん勝ってチャンピオンになるのはすごい嬉しいんですけど、そういう選手をいっぱい育てて、で、渡嘉敷ボクシングジムを盛り上げていきたいなと思います。彼もね、本当にいい試合してきましたからね。私の彼の試合で2回泣いてますから、本当にいい試合でしたよ。それを振り返るね、動画撮りたいですね。